ミハイル・ペトロビチ・ベストゥージェフリュー伯爵、ミハイル・ペトロビチ・ベストゥージェフリュー伯爵パリは、ロシア帝国の外交官、ピョートル・ベストゥージェフリューの息子、アレクセイ・ベストゥージェフリューの2位。弟のアレクセイと共に、ベルリンで教育を受けた後、1705年に、ロシア代表として、コッペンハーゲンに派遣された。1720年、ロンドン駐在に転じたが、グレート・ブリテン王国が、 ロシア皇帝ピョートル一世をバルト海における敵として見ている時期だったこともあり、ベストゥージェフリューがイギリススウェーデン同盟に抗議した時は全く聞き入れられなかった。1721年にニスタット条約で大北方戦争が終結すると、ベストゥージェフリューはストックホルム駐在大使に転任した。1724年にロシアスウェーデンの防衛同盟を12年間の 期限付きで締結した後、1726年にワルシャワに、1730年にベルリンに転じたが、1732年にストックホルムに戻った。1739年6月28日、スウェーデンの外交官シンクレアがコンスタンティノープルから帰国する途中にシュレージエンで殺害される事件が起きた。この事件にベストゥージェフリューがどれだけ関わったのは、 定かではなかったが、彼がシンクレアの目的がロシアと敵対的であるとの情報とシンクレアの肖像画を本国に送ったことは確実である。一方スウェーデンはベストゥージェフリューが主犯と決めつけ、1741年のハット島戦争を引き起こすこととなった。ベストゥージェフリューはハンブルク、続いてハノーファーに転任、そこで英ロ同盟の締結に尽力した。 1743年に帰国すると、元帥に除され、アンナがブリーロブナコロフキナと結婚した。しかし、アンナは、数ヶ月後に、ロシア駐在フランス大使、ラシェタルディ公爵の陰謀に巻き込まれ、鞭打ちの後下を抜かれ、シベリアに追放された。ベストゥージェフリューは、妻と共に、シベリアに行かず、出国して、外交官としての経歴を再開した。 1760年3月8日、パリで死去した。ありがとうございます。